今朝報道された内容については概ね事実です。はい、こんにちは。そしてこんばんは、白坂和也です。今政界の話題を独占しているのが週刊フラッシュが放ったすさまじいスクープ、国民民主党の代表玉木雄一郎氏の不倫です。11月11日の午前6時、フラッシュは紙面に先行してウェブのスマートフラッシュで玉木氏の不倫を報じました。相手は元グラビアアイドルの小泉みゆきさん39歳。これを受け同日の午前9時半、玉木氏は慌てて釈明の記者会見を開いたんです。この会見で玉木氏は開口一番、報道された内容は概ね事実と語り、不倫を認めました。しかしそんな玉木さんはこれまで通り党の代表に居座り、ましてや議員を辞めるつもりなど毛頭ないようです。そしてそんな玉木氏に対しては SNS を中心に彼を過剰なまでに擁護する声で溢れています。しかし本来玉木氏は最低でも党の代表は辞めるべきなんです。本日は玉木雄一郎氏が辞めるべき理由、そして玉木氏に群がる玉木信者の生態について考えようと思います。まず最初に結論を言うと、国民民主党の代表玉木雄一郎氏は議員を辞めるべき、最低でも国民民主党の代表は辞めるべきなんです。この動画では辞めるべき理由について説明します。まず見てほしいのが玉木氏のこちらのポスト、そこには次のように書かれています。宮沢博之氏のケースは政務三役にもセキュリティクリアランスが必要なことを示している。週刊誌で報じられた事案は防衛副大臣就任以前の話であり、現在の仕組みではチェックから漏れていたわけだから新たなシステムが必要だ、性的行動をチェックする国民民主党の修正案を取り入れてもらいたい。今年の4月、当時自民党の宮沢博之氏によるパパ活不倫が発覚し、宮沢氏は4月25日付で議員辞職したんです。紹介した玉木氏のポストはその翌日4月26日に投稿されたもの。玉木氏の言うセキュリティクリアランスの必要性については全くその通りで正論です。宮沢氏は責任を取って議員辞職しましたが、ではなぜ玉木氏はセキュリティクリアランスにがっつりと引っかかっているのに議員を辞めず党の代表も辞めないんでしょうか。玉木氏の言っていることは矛盾しています。さらに玉木氏は過去に絶対に不倫をしないと自身のブログに記していました。玉木氏は2006年10月7日次のように書いています。政党とは何か、同じ政治理念、政策を共有する集団ということでしょうが、私はそれ以前に一定のクオリティ、品質を満たした人の集団であるべきだと思います。これは弁護士や会計士などのように一定の資格試験をクリアすることを条件にするというよりも、絶対に不正をしない、絶対に不倫をしないなどというように、そもそも政治家として有権者信頼に耐えうる集団であることを自信を持って約束できる集団であるべきだと思います。玉木氏は政党を構成する人々の条件は資格試験ではなく、絶対に不正をしない、
絶対に不倫をしないことだと言っています。これはつまり、政党を構成する人々の条件は、倫理観だと言っているんです。まさに、おっしゃる通りです。これもまさしく正論だと思います。ところが、ここでも玉木氏は、自分が言っていることと行動が真逆なんです。普通に考えれば、国会議員が不倫したとなれば、激しい非難にさらされます。しかし、玉木氏のケースで特徴的なのは、SNS を中心に彼を過剰擁護する声で溢れていることなんです。さっきの衆院選で玉木氏が率いる国民民主党は、7議席から4倍増の28議席へ大躍進し、政界のキャスティングボートを握りました。国民民主は掲げた103万円の壁の見直しが有権者にとても受けました。そういったことも理由なのか、玉木氏を過剰擁護する声が広がっています。具体的には、不倫はプライベートの問題で、政策さえ実現できれば不倫しても構わないという、実に子供じみた声で溢れているわけです。彼らは国民民主を過剰に推すあまり、政権交代すら否定します。そして、財務省陰謀論にご熱心です。例えば、こんな感じです。挙句の果てには、終わるまで粘着して叩いてやるからな、といった脅迫じみたリプまで僕の元に寄せられました。国民民主を推す支持者の気持ちはわからないでもありませんが、彼らを眺めているとメディアリテラシーの低い方や、いわゆる情報弱者が数多く存在するのがわかります。政策さえ実現すれば不倫など問題ではない。政権交代などどうでもいい。政策が実現できればいいのだ。といった考えはある意味危険な考え方です。そしてその危険性については格好の見本が存在します。それがアメリカ大統領に選ばれたトランプなんです。トランプは数多くの不法行為や犯罪に手を染め、すでに有罪判決が下されたケースもあります。連邦議会襲撃事件を扇動したのもトランプです。しかし、熱心なトランプ支持者、トランプ信者は、そのような現実などものともしません。彼らはトランプの政策を実現すれば良いと思っています。Make America Great Again を実現すれば何をしても良いぐらいに思っているんです。熱心な玉木支持者も同様です。彼らは103万円の壁を突破できれば不倫などどうでもいいんです。トランプ支持者も玉木支持者も政策実現には犯罪や不法行為を容認している意味において極めて似ており、こういった思想は、ポピュリズムが法治国家を覆す意味において、社会を弱体化させます。そして重要なのは、このポピュリズムは、東京都知事選で大躍進した石丸伸二氏や、兵庫県の元知事、斉藤元彦氏にも通底しています。つまり、石丸伸二、斉藤元彦、そして、
玉木雄一郎氏の支持者は極めてよく似ており、その源流はアメリカのトランプなのかもしれません。アメリカのトランプ氏はさておいたとしても、この日本で石丸伸二氏、斉藤元彦氏、そして玉木雄一郎氏を支持し、なおかつ過剰に擁護する人々には明確な共通点があります。それは公人と私人の区別がつかないということです。玉木氏の不倫はプライベートの問題とか、不倫しても仕事をきちんとすれば問題ないとか、不倫は玉木氏が奥さんに謝罪すればいいのであって、第三者は黙ってろとか言っている人々は、公人と私人の何たるかが分かっておりません。不倫がプライベートの問題で済むのは我々のような私人です。一方、玉木氏は政治家という公人。公人は私人よりも高い倫理観が求められます。ではなぜ政治家のような公人が高い倫理観を求められるのか。それは政治家が国民の生活や命と安全を守る立場の人間だからです。そのために政治家、特に玉木氏のような国会議員は国権の最高機関である国会で法律を作り、そして法律の改正を行います。つまり国会議員は国家のルールを制定するという権力を持っているんです。だから高い倫理観が求められるんです。しかも民法には夫婦間の提訴義務が規定されています。玉木氏が行った不倫は民法709条に言う法律上保護される利益を侵害し、不倫、不貞をされた人に対し精神的な苦痛、損害を与えたとしてその損害を賠償する義務、慰謝料支払い義務を負います。つまり本来、法律を制定するほどの権力を持つ玉木雄一郎という国会議員が民法に背き、不貞行為を行っていたんです。これは大問題ですよね。だから最低でも党代表は辞めるべきなんです。玉木氏を過剰擁護している面々は、政治家という公人の側面をまるで分かっておらず、我々のような私人と同じ感覚で政治家を擁護するから厄介な存在です。こうしてみると、玉木氏は議員辞職しても何ら不思議ではありません。先に紹介した元自民党の宮沢博之氏は、政治家という公人の責任を分かっているからこそ議員辞職をしたのではないでしょうか。何度も言いますが、だからこそ玉木氏は最低でも国民民主党の代表を辞任するべきだと言っているんです。玉木雄一郎氏は一体何をしているんでしょう。この玉木氏の不倫問題は今後さらに様々なことが白日のもとにさらされると思います。内容遺憾によっては当然議員辞職の声も高まってくるでしょう。これは一個人の不倫問題ではありません。高い倫理観が求められる政治家という公人の不倫問題です。玉木雄一郎氏はこの不倫問題から逃れることはできません。